はい、こんにちは。今回は振り返ります。どういうことかというと、仮に他社のショート動画、数えてみたら全33種ありまして、それらすべての総集編を一気見しようと企んだのですが、コメントを併記しているうちに、体が疲れてしまったので、適当なところまで振り返ることに。あー、今回、くるくるとです。そして1から見ていくので、そんなトップバッターで大丈夫か？ブラウザバックされてしまうんじゃないか、という不安から目をそらしながら、1.18 アプデを懐かしんでいきたいと思います。Go! はい、こんにちは、アップデート。マインクラフト 1.18 のアップデート日が決定しました。どういうことかというと、先日、アップデ本番が近いことを知らせるプレリリースのパート2が出たのですが、その翌日にはなんと、パート3が公開されたと思いきや、パート4まで一気に行っちゃっており、しかもそこには、1.18 アプデ本番のリリース日も記されていました。私たちは11月30日、高く登って深く掘れます。ただ念のため、一応、予定とあるので、ちょっち伸びたりするかもしれません。1.18 アプデは全てのプラットフォームで同時に来ます。まあ何はともあれ、我々にできることは、カレンダーに印をつけてください。ってことを。掘るだけアイアンゴーレムトラップ1分で作り方。材料はこんな感じです。サイズは 17×17。作る場所は他の村から110マス離れた場所にします。まず 17×17 の広さで6マス掘って、もう一段だけ 7×7 で掘ります。その中にベッドを20台設置。そしたら、お好きな食料ブロックを20個設置します。お次は水路、深さが1マスになるようにブロックを敷き詰めて、水源が繋がらないように水を流します。赤いところには撒いちゃダメ。したら村人を2人流し込んで、食料を与えて20人まで繁殖。もし21人いたら減らしてください。たら、ベッドの3マス上からチェスト、ホッパー、焚き火を設置して囲います。水路に上がったら真ん中に穴開けて、開口部にボタンを置いたら、2マス目に置く溶岩がこぼれないように、フェンスゲートを開いて設置。仮ブロックを溶岩に変えたら完成。水路から2マスは地面に何も置かないで地下に湧いちゃうかもだから。ってことを。どう増やしてもいいかな？どういうことかというと、銅鉱石を採掘した時に、ドロップする量が増えました。銅の原石が一度に5個増えたのがお分かりいただけただろうか。1.17 まではドロップする銅の原石は2個から3個でした。それが2個から5個に増加、最大数が増えた感じですね。では幸運さんのエンチャントをつけて掘ってみましょう。5個増えたり、2個増えたり、ラジバンダリ10個増えましたね。ウィキには幸運エンチャントさんで最大12個増とあるので、エンチャントレベル1ごとにプラス2個増えるようですね。ちなみに統合版のウィキにも記載があるので、統合版でもどうぞー、アドウマしてるはずです。どうぞどうぞ。ってことを。質問聞とった。1.18 で一番ダイヤと鉄が取れる高さはいくつですか？結論、Y-54。ダイヤは Y16 より下から生成され始めて、Y-64 へ近づくほど増えていく。だけど奈落手前にある、最下層の岩盤の高さは、Y-60 から Y-64。ちょこちょこ岩盤に出てこられたら邪魔くさいし、それに加えて、新しく設定された溶岩だまりも存在する。その高さは、Y-54。つまり、この高さだと目の前に溶岩や岩盤が出てくることもないし、ダイヤは大量、鉄もちゃんと出る。だけど弱点もあって、Y-54 だと銅と石炭が絶対出ない。それに深層岩はとても硬く、普通の石の 1.5 倍時間かかる。昔ながらの Y11 だとダイヤの割合は減るけど、ちょっと楽で鉄が多くなって全種類の鉱石が、取れる。選択肢の一つになります。ってことを。1.18 でも、無限に増やせるエメラルド、トリップワイヤーフック増殖編。フックの増やし方、トラップドアを、3マスの、間を開けて、立てて設置。真ん中に糸を置いといて、ドアの横に、フックを設置。反対側に、レッドストーン、2つ並べた、その先に、不透過ブロック&トーチ、フックを設置。罠にかかると、ワイヤーフックが、ドロップしてるのに、片ドアだけ、フックが残ります。
拾ったら、1個増えてる。なくなったドアに、フ、サイドダイブ、この繰り返し、で増えていきます。レベル5のヤシ、達人と交易すればウハウハ。でも悲しいけどこれ、ジャバ版専用なのよね。どうして？そもそも、トラップドアに、設置することができません。飛んだトラップだ。ってこと？トリップは、嫌に飛び込む、水の音。二つ置いたら、三つなっとる。糸の増やし方、穴開けて、水を注入掘りますよ。横に7マス水流の、8マス分を、奥の細道。7マス目の、サイドに穴開け、もう1マス。ワイヤーフックを取り付けて、サイドチェンジ、6マス目。横にピストンこっち向き、奥の1マス掘ったなら、フック取り付け、上にはトーチ。レッドストーンを、2つ設置。ピストン伸びたら、糸設置。残りの2糸も、繋げたら、中に入って、罠かかる。これ大事。必ず1回、かかっといてね。奥に糸置き、横にある。ヒットボックス、狙い定めて、あとはもう、右クリオシッパー、増えていっとる。増えた糸は、で攻撃。ヤシならレベル3、1人前で OK。釣り人なら、レベル1新米でか。エネ無限。悲しいけどこれ、統合版だと、なんで、水流ですら、流されないの？ってこと？今準備体操中だ。エンドラを、ベッド3つで、倒す方法。黒曜石、2つ置いたら、穴を掘り。振り返り、彼が飛んでる、首に矢を、入れてツルハシ、6発殴る。移動する、座標88、積み上げる、10個積みたい、頑張りましょう。上がれたら、2マス前進、溶岩を、垂らして降りる、ストンと着地、ギリギリに、引きつけるほど、威力増す、メド爆破、3つやったら、上手にできました。メド爆破、いける速さに、エンドの空。ってこと。これ以上はできねえ。うっばい。出た。ラジバンダリ、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 ラジバンダリ。ってこと。ラジバンダリ、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 ラジバンダリ。ってこと。うばい。出た。ラジバンダリ、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 ラジバンダリ。ってこと。何？ってこと。